どうもロシングルです。アンフィニッシュドスワンやっていきましょう。王城にね、ノワールロンドにようやく入ることができました。楽しみだね。とうわっ、うわん、死ぬんかい。そう、死ぬんです、このゲーム。おお、これを登って超巨大な大木が城の中庭に、このお城が建てられるよりも前にあった。そう、いい加減な迫力のある、よいしょ、木ですね。先にこれを片付けて、結構割とあるんですけど、このね、木で、植木でできた迷路っていうのはね、至る所にヨーロッパではあるみたいですね。何のためにあるのかはよくわかんないけど、ただの娯楽なのかもしれないけど。おっと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 、こっちか。お邪魔します。ほう、いいお城だ。橋ぐらいかけといてくれたまえよ。先は進めないな、こっちだな。王城に行く前にこの迷路突破しようか。あの風船が欲しいからね。ああ、もう外れ。こっちかな。お、ほい。綺麗に手入れされた生垣の迷路と違って、鶴草は王様の思いのままには生えてくれませんでした。そらそうよ。王様は住人たちに鶴草を片っ端から抜くように命令しましたが、人々は王様からの絶え間ない命令にうんざりしていました。そらそうよ。そしてついに王様の見ていない腹立っちゃったんだね。水を撒き始めました。うるせえってなっちゃった。市民革命の始まりだい。独裁政権に力を渡すんじゃない。そういうこと、ここから引っ張れって。わわわわわわ、ロケット、あー、葉っぱが溢れちゃう。待って、あー、置いてかないで、置いてかないよ。あ、うわー、行っちゃった。あー、爆発しちゃった。悲しい。せっかく復讐の旗印になると思ったのに、この革命の。風船目の前に見えるのにたどり着けないな。急がば回れってことを僕に言ってんのかい。うるせえ、誰が急がば回るかよ。入ってきちゃった。あと一歩なんだがな。来た。風船からの、彼の作品で最も優れた作品は彼自身でした。偉そうに。バカじゃねえの。自分の石像を作らせる王様は多分賢い王様で一人もいないよね。奥へ急ぎましょう。楽しかったぞ迷路。とっとっと、やばいな。雰囲気を把握するのは大変。おっと、助かる。いいえ、ちょっとどこまで壁なのかが知りたいです。ある程度でいいんでね。ちょっと伸びてくれませんか、植物たちさん。いや、上に道があったな。そういうことね。はいはいはい。ベランダ的になってて、ここは壁だ。どこだ、どこが通れる。お、開いてた。新しすぎだよ。今度は目に見えない世界を植物で見るようにしろと。ペンキ以外にも大変だからいろいろ使えと。なるほどね、面白すぎ。一応ね、いろいろ把握したいので。うわー、上り下りもできるし、いいことずくめじゃん。どこ行けばいいんだ、この奥か。ん、道が上に続いてるだと。これを伝って池だと。最高だな。どういうアイディアしてんだ。あらら、なんだ、絵だ。こんな顔してんのか。すご、合わせ鏡みたいな絵描かせてる。何様だこいつ。
画家をバカにしてんのか。ふざけんじゃないよ。うわ、これ楽しい。見てこれ、どういうアイディアしてんの。これ考えた人本当に脳みそを解剖して、そしてその肥大化した脳みそ見てみたいよね。ホルマリン漬けにして、なんでこんなアイディアが生まれるんだ。うう、怖え。やだやだやだ、怖い。あ、あ、ちょっと、あ、びっくりした。いた、ほら、当たるかな。ほら、シューティング、 FPS かこれ。ひびが入ってるので、これはこれ以上いけない。なるほどね。とりあえずこっから上行って、お、風船だ。風船だけはゲットしておこう。ポン。いや、いけそうだな。ほいほいほい、ほら、ナイス、生き返った。ちょっと待ってね、この辺に、この辺に打ってください。うわあ、なんか不安定なんでだ。お、こっちに無理くりパルクール、なめんなよ、モンローの身体能力。こちたら11歳か10歳ぐらいだ。ああ、なめんじゃないよ。ここ渡れるかな。渡らせてくれ。ああ、伸びない。そうか。そして風船が見えるぞ。当たれ当たれ当たれ。あと一歩なのに。よし、当たった。これはもう行っちゃっていいってことかな。トン、それ。ああ、植物と別れか、悲しい。仕方ない、出会いがあれば別れもある。人生ってそういうものよね。悲しいけどこれ戦争なのよね、市民対王族との。なんだこれ、水たまり。最初からあったぞこれ。海だ。パート5、海岸の壁に到着。おいおいおい、海まであるし、すごいね。とりあえず説明見ましょうか。王様は海が嫌いでした。なんで。それは一番最初のお城のせいでした。うん。これまでに完成しかけたといえる唯一のお城です。はあ。建てるのに1日しかかかりませんでしたが、子供の思い出じゃん。全てを飲み込んで壊してしまったのです。こいつわがまま王かよ。王様はいつの日か永遠に続く王国を築き上げると誓ったのでした。子供の頃の恨みを大人になって晴らしてんのか。なんてやつ。一番権力を握らせちゃいけないタイプだ。脳みそが子供のまま権力だけ手に入れてる。やばすぎだろ。わっ、でっけえ魚見ときましょう。うん、なんだあれは。あ、おーす、え、ちょっと待って、お、家じゃん。どういうこと。はい暖炉、王様の隠れ部屋、なんだあれ。自由の女神みたいに超巨大なのか、もしかして。行くぞ、トン、それ。うわ、サメじゃないあれ。怖すぎるよ。よいしょ。階段、階段、階段は？階段ねえんだ。サメかマグロだよね。よいしょ。痛え。足痛そう、モンローの声が。あーって。痛そう。すげえ痛そう。植物呼べる？これあるってことは。おったんかマジか、めっちゃ感動するんだが。なにこいつら、かわいすぎだよ。お願い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 します。ここへ、ぜひここへ。すげえな、なんというアイディア、無限に楽しめちゃう。さあ、上行けそうだね。その前に、うん、
風船もとりあえずは上の方にあるから、よいしょ、頑張れモンロー。これ小学生に相当きつい運転だよね。小学生の体力ではマジでギリギリ間に合うか。うわー、ホロの上に、いやだね。ヒビがあるからそっち側に進むしかないんだな。これ片手でやってんの、やるねモンロー。どうしたってこっち側だね。ほいほい、ゆっくりね。ほい、はいはい、よろしくどうぞ、よろしくどうぞ、気をつけてね。ちょっと上目指そうか。そこの足場だな、まずは。よし、オッケー、ナイス。優しく導いてくれ私を、ララよ。からの、うわー、あの風船どう行けばいいのかわかんねえ。よいしょ、いけるかな。ついてきてついてきてくれる、マジか、神がかってる、神植物だよ。すげえ、ラピュタだ。これラピュタに生えてたやつだ。うわ怖っ。ここか、ここに着陸すればいいのかぽいなあ。うわ怖え、ちょっと待って、この高さも良くない、良くなくない。うわうわあぶねえどうかしてるだろ。すごいね、水の都ベネチアの一番エクストリーム版でね、レベル100のベネチアですね、ここは。ん？複雑。そこ登る前にこれ見ましょうか。つ。つる草は王様と王様の町を少しずつ覆い尽くしていきました。まがまがしいんですが。王様はあの手この手を試しましたが、つる草を食い止めることはできませんでした。うん。そしてついに解決策を打ち出しました。何？絵の具を薄める液と、はい、悪意と鼻水を練り混ぜると、何してんの？犬様、恐ろしい怪物が姿を現しました。何やってんの？しかし王様は自らが何を生み出したのかすぐに理解できず、うん、その怪物のうねる触手と大きな口を見て初めて理解しました。バカ。そして王様は生まれて鼻水なんて混ぜるから恐怖を感じたのです。おせよこれは良くないな。とととととあ、これ伝って登ってんだな、すごい体力だな。とと、うわ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 、こい、よいしょよいしょよいしょ、はい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 、オッケーオッケーオッケー。怖っ、これに関してはマジで怖い。水あふれさせんのか。いるね、赤い風船。待って、青い風船ある。これジャンプか、いや片手で、はい、当たるか、やった、あれもいけるな、オッケー、まだいけるな。植物をうまいことここで広げてあげる必要があるのかな。どうすりゃいいんだろう、伸びろ伸びろ伸びろ、やれることまずやってみよう。楽しい、乱暴ワンでこういうね、ホースで高圧放水で乱暴のことを拷問した警官が秒でひどい目に遭ってましたけど、舐めてた相手がただのグリーンベレーでした。で橋をかけて、こういうことか。すっげえ、めっちゃ面白いなこのアイディア。どこの天才が考えられたんですか、教えていただきたいんですが。いけい、トゥア、
すげえ、マジすげえ。あ、危ねえ、この角度やべえ。子供には辛すぎる。よし、クリア。植物ついといて、一応僕と共に。氾濫だ、植物の氾濫だ。これが大自然の怒りだよ。まだ半分しか完成していないにもかかわらず、怪物は王様のすべての兵隊、うわ、動物園、そしてペパーミント畑の蜜を軽く飲み込んでしまいました。うわ、王様はカバと巨人の助けを借りてようやく怪物を海に追いやることができました。海、海の水はそれから何年も黒いままでしたが、怪物は陸に二度と姿を現しませんでした。あんたの鼻水のせいだよ。というわけで、とりあえずね、だいぶ進めたので、今回はこの辺にしておきましょう。面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次回も楽しみに。アリベデルチ。